えー、今回もですね、面白い例えを持ってきましたので、FX について身近に感じていきましょう。FX の世界ではね、トレンドってものがあります。それは、ある一つの方向に一方的に進む流れのことなんですよね。今まさにこれトレンドが起きてるっていう風に見てください。ね、それまでは、下に行ったり上に行ったり横ばいになったりしていたんだけども、ある一点をね、境に、 一つの方向にずーっと進むんですよ。で、たまたまチャートを開けた時にね、FX のチャートを開けた時に、これを見つけたら、あ、トレンドだと思ってもらいたいんですよ。で、その後に何するかっていうと、ある一定の期間、ずーっと同じ方向に進む見込みが高いってことなんですよ。今日は野球がここにね、ちょっと出てますけども、どう例えればいいかってことです。皆さん、向こうからボールが飛んできました。 皆さんはバッターです。そして、ものすごくいいコースでボールが飛んできたんで、よし、これでホームラン打つぞと思って、バットをグッと握ってですね、そして、片足を上げて、踏み込む、バットを振る、その振った瞬間に、バットがグイッとね、回っていって、ボールにまさに当たろうとした瞬間に、そのバットを握った手を力を緩めて、ボールに当たる瞬間に、その、 バットをね、止めることってできます多分相当難しいと思うんですよ。筋肉壊すかもしれませんよね。だったら、振り抜いて、バカーンと打った方が、もしくは空振りした方が楽だと思いますし、そういう感性の法則っていうのかなそういうのが効くと思うんですよ。ね。素振りをしていてもいいですよ。素振りをしようと思って、えい、ー、ってバットを振るときにね、例えば急に目の前に何かが出てきた。 分かってはいたんだけども、体は止まらずに、パコンとね、回してしまって、何かね、出てきたものに当たっちゃうんじゃないかと思うんですよ。それがだから、人だったら大怪我ですよ。ね、ごめんってなるんじゃないですか。相当上手な人じゃないと、いきなり目の前に出てきて、素振りをしていた途中でぐっと止めることってできないと思うんですよ。FX のトレンドも同じです。勢いをつけて、ぐーっといったってことは、その後も、バコーンとね、振り抜く可能性が強いんですよ。 逆にね、ここで、ちょっと専門用語を使うと、セル。要するに、売りに、エントリーをするわけですよ。その瞬間、こういうふうに逆の方向に向かうっていうふうな、その確率って低くないですかまさに、後ろで、FX の神様が見ていてね、エントリーをセルでしたから、意地悪でこっちの方向にねじ曲げないと、できないと思うんですよ。FX の神様は、あなた一人のことを見てるわけではありません。ちゅうか、誰も見てません。FX に神様はいません。 ね、法則があるだけです。だから話戻しますよ。トレンドがね、発生したってことは、あれなんかおかしくなっちゃったな。トレンドが発生したってことはね、戻らないはい。ある一定のレベルで、あ、ちょっとおかしくなっちゃったな。せっかく。うまいこと言ったのに。えっ、ー、と。 はい、すみません。もたつきました。ある一定のレベルで、こっちに向かうわけなんですよ。その見込みがあるっていうことなんで、ここでセルに入れて、ちょっとの間だけ時間を過ごしたら、利益確定して離脱。つまり、ここで飛び乗って、ここで飛び降りちゃえって話です。その考え方がトレンドなんですよ。だからトレンドを見つけたらラッキーと思った方がいいですよ。飛び乗るべきなんですよ。そこで必要なのが勇気になります。 勇気がどうやって蓄積するかっていうと同じようなパターンを何回も何回もやっていると確かにそうなる確率が高いよねと自分がここでエントリーした瞬間になぜか知らないけど逆方向に行く可能性の方が低いよねってことをデモトレードで確かめることができるんですよそうなるともうね勇気がどん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 ついていきます100回中80回がまさにこっちに向かって100回中20回が上に逆目に行ったってことが分かればね もう勇気は、あとはそんなにたくさん必要ありません。実績に応じてエントリーするだけです。で、実際にこのチャート、その後どうなったかというと、こういうふうになってるわけです。ね。だからトレンドを見つけたーっつってね、ここでセルを入れる。 そしたら、ほとんどの FX の上級プレイヤーとかお金を持ってる人とか FX 付けで暮らしてる人は同じ判断しますよ。おトレンドだ、トレンドだ。セル入れようと思うんです。だからセルが加速するんですよ。ただし、上級者の人はある程度の利益を確保したいから、はい、位置抜けたっていうふうに理覚してどっかに行っちゃいます。そうすると、利理,理覚が進むとね、下に向かう圧力が減るから、ある一定のところで反対側に行くんですよ。 その際に材料ってのがあると材料に邪魔されてもうどっちに向かうかわかんないんでこのトレンドに対しても材料がない時にやってくださいねということは材料っていう概念が必要でいつ材料が入ってくるのかっていうことをね事前に確認するという学習が必要になってきます予習がねお分かりいただけたでしょうかこれ知ってるだけでも FX で勝ち越すことはできますその他にも FX オリやルヒでは 勝つためのいろんなパターンとかね、いろんな気づきを提供してます。しかも、毎日、私の相場解説は、早朝3時から4時、6時前後、9時前後、お昼、そしてお昼過ぎ、夕方と送られてきますので、もうどっかで相場解説を見ることができるんですよ。もちろん、昨日なんですけどもね、まだ何もことが起きてない時に、 今日は安値県でダブルボトムなんで、こっから上昇しますよって言って、まさに昨日一日そうなったっていう例もありますからね。まあ、そういうのが毎日起きてます。それを毎日毎日、私は相場解説するのと、独自のコンテンツで皆さんにお送りしてる。ただそれだけの話です。ね。学習して勝ち越す方向に行くことはあっても、負け越す方向にね、負けがもっともっと負けるようになったってことはないですから。<laughs> ただ私は公式を示してるだけなんで。 その公式は FX のどこの本にも書いてあることばかりです。それでは今回は以上です。